Waking up about the sun instead of what a night out, yo, never a night out, yo. Need some coffee and I like it black. No matter who you make, all I'm a zamel, yo. Don't you mad, yo, what a zero, I could have that dash bro, so key of dust, they could. Don't have that, they keep his own at the. I could have that dash, yeah, he keeps really come there, いつか痛いてた自分の理想像が壊されてくまい I'm gonna save you. It's alright. You won't need to calm down. 無駄化しないで繰り返ってこの感じだけ逆転もなく駆けてく男の色の悲劇は残しの姿悲劇に塗り替わってくる太陽で消し音がある方へ私の理屈は落とすわよ最後の最後を歌うであるはず私の生きる上と Baby's all around どうもということでいいリハに、ね、なってますけどねおもう1万人近く見てるじゃないですか本当だすごいすごいというわけで改めましてアレキサンドロスでございます、はい、どうも今日はですね六本木クラス主題歌、うんはいまあね、22時から配信開始なんですけど、うん、もちろんその前にね、はい、六本木クラスが、9時から、ねうん、テレビ朝日で放送されます、うん、もうすぐじゃん、はい、もうすぐなんですよ、そうですよ、あと10分ちょいそうだ、その前にちょっとだけね、はい、主題歌こんな感じですよっていうのをね、はい、ちょっとお披露目って感じで、はい、リハーサル中なんですけど、はい、していただきました、皆さん見てますか、はい待ってました、ありがとうございますとかねいいね、いただいてますけどはいでですね、今日はなんと、はいはい、なんとコラボをなんとするわけでございますはいはいそうなんですよ、うん、なんと竹内涼真さんおおそうなんです主役ですはい、はい、とコラボしますありがたいこの後ねあ、まあ、一気に一気にビューアスが増えるよそうだあからさまに今やったベビーズオーライト、はい、この後10時からはいはい配信あ、そうそうそうはいそうなんです配信開始なんで皆さん聞いてください、ぜひね。フルでね、はいはいはい、あの聞けますので。ドラマ終わって、配信開始です。そうです、うん、ぜひぜひ。さあさあ、というわけでね。はいはいはい。そう、ここから、あれですかね。コラボは、どういうふうに。もう繋いでるのかな。どうなんだろう。リクエスト。結構放送開始直前だからね。ギリギリっすよね。絶対に。いや、そうなんだよね。絶対に超えられない。絶対に超えられないよね。絶対に9時は超えられない。話盛り上がりすぎちゃったら、ちょっとやばいからね。はい、そうだね。今なんリクエスト表示。来てくれるんですよね来てくれるんですか竹内さんがんいや忙しいのにね多分彼も仕事されてる中だと思うんですけど、うん、多分、ね、ちょっともう撮影のいろんなことがあると思いますからね、ねうん、ありがたいけど無理か、まあ、そんな、そんな押してる簡単にはあれ来たおーいう感じなんでしょうね来てくれてるのかなこれインスタライブマジでうまく繋がんなかったらそのまんまドラマが始まるっていうことになりますねそうですねはい繋げていただけるんでしょうかドラマ中もやっちゃうかそんなダメでしょ一番ダメでしょそれだけは何回か送って、ね、何回も送っていただいたかなですねこうハットですね一番ダメですね一番ダメオフィシャルマークを探せばいいあれ公式のやつが、あ公式のやつが、なんか今来た？来た。いや一番上とこ見ていただいても。どういうことなの？これない。リクエストしてくれてる。公式でからですよね。人はいました。知らされてる。してる。はい。またこれどんどん上から。みんなリクエストしてる。みんなリクエストちょっとリクエストしないで。しないで。はい。あった。あったあった。来た。来ました。よかったね。あれ？これで向こうが今から。あ、どうも。どうも。初めまして。初めまして。初めまして。竹内涼真です。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっとこのタイミングで
はい、ちょっとコラボできて嬉しいです。いよいよですね。いや、こちらこそです、本当に忙しいとこすみません、ありがとうございます。いや、こちらこそです。いや、本当に最高のかっこいい主題歌ありがとうございます。いや、ありがとうございます。今日も一日結構もう お忙しそうだったと思うんですけど。あ、そうなんですよ、電波ジャックで、ね、お疲れ様です。はい、僕以外誰も電波ジャック付き合ってくれないし、一人でやってました。あのリハの合間にテレビで見てました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いや、なんかちょっと1話僕も拝見しまして、ね、主題歌かかるタイミング、はい、マジで最高だったなと思って。あ、本当ですか。お、はい、楽しみ。最高です。楽しみですよ。いや、嬉しいですわ。もうリハーサルなんですけど、あ、そうだ、ちょっともう今日は早めにもう終わってですね、ドラマみんなで見ようってこと、はい、いや、嬉しいです、ありがとうございます。スタッフでみんなで見ようってこと。すいません、ありがとうございます。もうちょっとで始まります。もうちょっとだ。あと9分ぐらいですね。そうですね、そうですね、はい、そんなわけで多分お忙しいと思いますけど、はい、ちょっとでもゆっくり休んで。いや、休めないでしょ。休むタイミングがあったね。でもあれなんですよね、あの曲を作っていただいている過程で六本木クラス の撮影の映像みたいなのはちょくちょく見られたんですよね。いや、映像はね、見てない。台本です。あ、見れなかった。本なんですね。本です。台本をすごいめちゃめちゃ読み込んでて。あー、なるほど。竹内さんの想像しながらずっと。ありがとうございます。いやー、嬉しいですわ。そうそう、こんな形でお会いしましたけど、今度はご飯でも行きたいですね、はい、みんなで。そう、あ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。ぜひご飯でも。よろしくお願いします。なんか、近々会う気もしてるんですけどね。なんかね、その機会があったら素晴らしいなと思いますね。あ、確かに、そうですね。なんかもし僕はあの常に六本木にいますので。あ、そっか。確かに、はい、確かに。六本木に来ていただければ、はい、すぐどこにでも。あ、もういいな。ぜひぜひ、唐揚げ、唐揚げ、お願いします。そんなわけで、じゃあそろそろですかね。はい、あと